発見。すごいね、釣りグッズ見つけましたよ。釣りファンの皆さん、ワークマンさんからこれは何でしょう。はい、ナイロンウェーダーが出てますね。 お魚屋さんこれちょっと、はい、ナイロンウェーダー、はい、はい、で、軽くて丈夫ということで、ナイロン生地で丈夫と、土木作業、水産関連作業など様々な作業に便利ですと。で、補修用の生地もついていると。これ値段とか書いてないのかな。ね、値段は書いてないかな、書いてないかな、どんないか、うん、で、このもう一個ね、パターンがあって、こっちもあるんですよね。あ、こっちはウェーダーチェスト、これ胸まで、まだ企画段階とかなのか、うん、ですね。ウェーダーが出てます。で、あの太ももまでのね、ハーフウェーダー、ね、おー、釣りファンの皆さん、はい、ワークマンさん釣りにも、あ、これもほら、うん、これ何、ロッド、これロッドホルダーは、これちゃんとプロダクツなのかね、これね、製品なのかね、わかんないけどね。うん、あの振り出し竿ですね、振り出し竿を収納しておける、ロッドホルダーというか、そういうのがねあります。おお、ついに来ました。来ましたね。これちょっと欲しいかも、この太ももも。これでもまた釣りに使えるかをやらないといけないじゃない。うん、いや、でもね、これちゃんとあのワークマンのオリジナルブランドじゃなくって、福徳産業株式会社さんが作っている。あ、そっか、じゃあワークマンに置いてあるってことなのか。そうですね、販売されているワークマンの商品ではないのか、はい、外部製品ですね。で、こちらも岡本ゴムなのかな、これは岡本ゴム株式会社が作ってる。なるほど、ウェーダー、チェストウェーダーですね。ここまでの、ちょっと釣りファンの方にね、ワークマンさん人気ってことをもうちょっとアピールしないと、はい、そう、ちゃんと ね、ウェーダーもあるんですよね。これはでもほら、ハーフウェーダーだから、そこまで琵琶湖とかで釣りする人とかだったらこっちの方がいいけど、うん、普通にちょこっと浸かるぐらいの人だったらこれで全然、ね、いいんですよね。で、このあのベルトにね、ここぶら下げとくタイプのウェーダーなんで、うん、はいはいはい、ということで今回はワークマさんが開発中の釣り具のご紹介でした。この動画いいと思った方はグッドボタンと、あとチャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。